クリアです。クリアしました。かなり余裕を持ってのクリアです。続きまして山本美宇選手です。はい、山本美宇選手、48.80 クリアです。クリアしました。さあそれでは両者並んで正面を向いての写真撮影です。山本美宇選手、今日もセクシービーナスです。かなり会場を沸かせてくれました。そしてアムザロケット選手は何といってもムエタイです。さらには充実の黒帯を持っているという、何でもできる選手でもあります。明日はどんな展開になるんでしょうか。この2人の戦いです。若干身長差があるでしょうか。ライジンのスーパーアトム級戦線は世界トップのスーパーアトム級戦線です。この2人の戦いがおそらくスーパーアトム級戦、新たな波を起こしてくれそうです。